ばんは。こんばんは。どうも、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。娘と変わった方がいいですかね。あ、いいですよ、どちらでも。時間は娘にお話ししたら、はい、ぜひね、やってみたいということで。素晴らしいですね、それは。ちょっと変わりますね。はいはい、お願いします。面接です。もしもし。あ、こんばんは。こんばんは、はじめまして。はじめまして、ナポショウさんの娘です。ナポショウさんの娘さん、キャラが違いますね。え、本当ですか？ちょっと陰キャなんで、父は。あ、父は陰キャで、娘さんは？あ、陽キャラです。あ、グイグイ来る感じしますね。あ、でもそんぐらいのパワーがないと、止まんないですから。ありがとうございます。いい。パワフルってよく言われてます。あ、パワフルな感じで。あとちょっと自己紹介、ちょっと私はこんなことができるぞみたいな。一応これ面接って体なんで。あ、大学3年生で、はい、農学部です。農学部って何やってるんですか？なんか生物環境科って言うんですけど、なんかそれこそなんか師匠さっきガサガサよくされてるじゃないですか。ええ、します。はい。で、私もなんか大学1年生の時に干潟に行ってハゼとか、それこそなんだろう、あそこら辺にいる生物ムツゴロウとかを観察したり、はい、あと里山とかにある、はい、その無法で、いや、何も薬とかされてないようなところで、どんな生物がいるのかみたいな、そういう生物系の、はい、やつやってます。あ、じゃあぜひガサガサガールになっていただけると嬉しいんですけど。ガサガサガールやりたいです。ガサガサ、釣りは数字取れなくて、ガサガサがワンチャンあるんですよ。やっぱ数字大事ですからね。ガサガサしていきたいです、ね、数字のためにやってます。なので例えば琵琶湖に行ってガサガサって結構1時間ぐらいで取れちゃうんで。あ、そうなんですね。そうです。だいたいいつも1時間ぐらいしかガサガサしないから、1時間ぐらいちょっと網でやって、それで釣りして帰るみたいな。そしたら2本取れちゃうんで。うん、あ、もうあれですね、もう時間も、はい、両方もうあれですね、いい感じ、一石二鳥って形で。一石二鳥ですね。はい。あ、ちなみに お名前は秘密で、なんか芸名を決めましょうか、じゃあ。あ、そうですね。何がいいですか？何がいい？自分で決めて。師匠。あ、じゃあ会った時にまた考えましょうか。あ、そうしましょう。はい。ぜひ。ぜひぜひ決めていただいて。あ、そうか。じゃあ生物系のやつやってるから。あ、カブラも見たことあるの？何ですか？俺の高橋カブラってチャンネルがあるんだけど、それもちらっと見たことある。ごめんなさい、それはちょっとまだないです。見たことないな。一応ね、高橋カブラっていうひらがなのチャンネルやってて、はい、そこで結構ガサガサをやってるんですよ。じゃあちゃんと見ときますね。予習させていただきます。はい、合格です。合格です。ありがとうございます。合格しました。え、娘さんは、はい、その顔出しとかはどこまでいけますか？まあ別に大丈夫です。あ、すごいね、はい、もう関係ねえよと、そんなものはと。そんな、はい、いやバチコイって。あ、すげえ、これはちょっといいかもしれない。今ちょうどうちにカメニン、知ってますかね？知らないかな。あ、うちに出てもらってるうちの、あ、さっき、あ、はい、見ました。がもう出ないけど、うん、出たくないのに出てよっていう感じだったから、うんうんうん、あんまりちょうどね、いなかったんですよ、釣りガサガサがあれば。任せてください。任せてください。オッケーオッケーオッケー。いつがいいですか？いつがいい、ああ、そうですね。夏休み中でも大丈夫ですか？いつでもいいですよ。いつでも大丈夫ですか？早くてもいいし、遅くてもいいし、日付を言っていただければ。どこの辺に住んでるんですか？岡崎ですか？愛知県。ああ、じゃあそんな遠くないもんね、北名古屋。はい、そうです。どうしようかな。
どこにしようかな。ちなみにインスタとかやってるんですか？やってますよ。あ、それはバレても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、すごい、なかなかいいよ。ちょっとそれインスタ教えてもらっていいですかね？あ、いいですよ。名前なんていうのか、名前でいいですか？あ、うん、分かれば。ここに貼ってくれてもいいんだけど、メッセージのところに。あ、え、でも、言っても分かんないからな。今ちょっと、父に言ってもらいますか？あ、はいはい、お願いします。ちょっとね、あの、視聴者の人がね、なんか変なこと言ってるけど、ちょっとオレンジパピオンさんって人がいて、はい。ちょっとそのちょっと、あ、私セクハラ体制ありますよ。大丈夫です。あ、そこも事前にあの打ち合わせしましょう。あの、はい、どこまで OK でどこまでアウトなのか。わかりました。でもお父さんがあのやっぱ視聴者さんなんで、僕があんまり下手なこと言うとお父さんも何をやってるんだってなっちゃうから、もちろんその触れるとかは一切ないんで、指を触れる、肌が触れることは一切ないんで。はい、わかりました。あ、そうか。ちょっと待ってください、ね。あ、どうぞどうぞ。やっぱすごい逸材いるもんだね、前向きな人が。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。あの、彼氏はいますかって質問がありますが。いないんです。あ、悲しいことに。あ、いないのか。寂しいですね。なるほどなるほど。夏が来るのに。どのぐらいいないんですか、彼氏は。もうあんまりこれ以上言っちゃダメですか。4ヶ月ぐらいですね。で、一応動画の中ではやっぱ視聴者に夢を、今後アイドルとして活動していくので、はい、あの、夢を持たさなきゃいけないから、彼氏はいない体でいきましょう、ずっと。はい、わかりました。永遠にフリーということで。永遠にフリーでいきましょう。お父さんは出るのかな？お父さんもですか？お父さんは出る？出たくないかな？まあ、それは。出る？だそうです。サングラスして出ます。サングラスして出る。娘さん、あの、格闘技とかそういうのをやったことあります？ん？格闘技とかそういうのは。格闘技とか？スポーツとか。あ、私ですか？うんうんうん。あ、私格闘技とかはないんですけど、ソフトボールとか、ソフトボールやってました。はい、中学校の時には。じゃあ結構パワーありますね、ソフトやってるなら。そんなないですけどね、うん、高校の時は野球部のマネージャーだったので。あ、なるほどなるほどなるほど。はい、そうなんです。結構あの滑舌いいね、しゃべる人だね。本当ですか？うんうん、ありがとうございます。あとはなんかお父さんから気になると友達も来るんですか？今ちょっと友達に確認してて、うん、ちょっとその返事が来次第また連絡させていただきます。了解いたしました。はい。スパーリングとかどうですか？マススパーみたいな。スパーリング？スパーリングみたいな、あの、あ、やめてきましょうね、すいません。何今の無言の。え、スパーリング？あ、僕結構、僕格闘技マニアで、で、うちで社員でカメリンさんっているんですけど、はいはいはい、カメリンさんにスパーリングするぞっつって、このグローブとあれつけさせて、ちょっと軽くスパーリングしてめっちゃ嫌がられてるって状態なんですけど。あ、受け身ってことですね、私が。受けるってことですか？いやいや、もちろんその怪我のないように、いや、俺がやられるぐらいでもいいんですけど、蹴りからパンチから、こう、俺に過激をしてもらったら、俺はそれをかわしていくんで。あ、すごいですね。キックとか。その辺もちょっと、まあ、それはまあまあまあ、おいおいしましょう。おいおい。もう、まず、おいおい、おいおいで。ガサガサと、釣りがある。あと、娘さん、なんか視聴者、今コメントいっぱい来てるんですけど、ちょっといじってあげてくださいよ。ド M が多いんで。え？相撲は、相撲の方がいいでしょ。あ、このパピオンさんって人、気をつけてくださいね。危ない人なんで。あ、パピオンは気をつけた方がいい。パピオンさんは危ない人です。
要注意ということで。要注意ですね。あと YouTube 見るとかってな誰見ますか YouTube。YouTube ですか ?YouTube 最近見てるのは、うん、もうあれですね、マイナーな、どんなのところばっかです。私最近コムドットとか見てましたね。やっぱり炎上したコムドット見てました。イケメンだからかな、やっぱり。いや、別にそういうわけじゃないです。なんか、その、楽しくなること。なんか、見ててなんか、あ、バカだなーって。あ、なんか、似てるなー、周りの子たちにっていう感覚で見てました。娘さん、いきなりバッファローマンさんからのセクハラがまだ来たんですけど、はい。体重を聞いてくださいっていう。いや、体重ですか?身長。何キロだと思いますか?全くわかんないですよ。想像できないけど。いや、身長は低いですよ。身長。ちなみに。身長は小柄。はい。はい。小柄です。で、体重は秘密。体重ちょっと。動画で出た時に。動画で出た時に。ちょっとその、あいつこんな体型なんだって思っていただけるああ、なるほど、なるほど。大丈夫です。大丈夫ですか。想像にお任せします。わかりました。153センチの50キロって言ってますけど。153センチです。あ、合ってるんだ。でも50キロではないです。あ、なるほど、なるほど。上ですか下ですかあ、下ですね、もちろん。はい、ああ、じゃあ全然、じゃん。俺、だから153センチで90キロとかさ、なんかそういう、はい、こんな感じなのかなとちょっと思っちゃう。あ、ちょっとあれですね。すごい。あの、バケモンみたいな。バケモンみたいな。バケモンちょっとあれだけど、こう、お相撲さんのような方なのかなと思って。一応、普通の体型でやらせていただいてます。まあ、153で50ないのは普通だね。まあ、普通の人だ。普通の体型でやらせていただいてます。はい、誰に似てるって言われますか?誰に似てるって言われるか。ニコ?ん?ちょっと今、父と母が誰に似てるか。あ、父と母、お母さんも聞いてる。俺、家族総出で。あ、ナポレオンフィッシュに似てますね。ナポレオンフィッシュみたいな顔。猫出てたんで、昔。ナポレオンフィッシュって何なんだろう、はい、はい、ナポ少佐のナポということで、ナポレオンフィッシュ。ナポレオンフィッシュって魚なるほど、魚みたいな、ナポレオンフィッシュが、まあ。あんな、ちょっと、もうちょっとあれよりは、可愛らしい顔かなって、うん、あ自分では勝手に思ってます。早速ファンできましたよ。オレンジパピオンさんがデートしてくださいって来てます。ん?早速ファンが来ました。デートしてくださいって。あちょっと無理です、ね。ファンゲットですね。え、何?ファンゲットですね。何ファンゲットって。え?ファンゲットです。あ、ファンゲットだね。オレンジパピオンっていう。はい、お母さんも出るかっていうコメントありますか?お母さんも。お母さんちょっと。あ、お母さん美人です。あ、お母さん美人なんだ。お母さん美人です。そうか、ナポショコさんも幸せだね。綺麗な奥さんに。美人の娘さんがいて、ああきっと幸せですね。これ幸せじゃないと言われてちょっと左ストレートでそうです。本当。右ストレートかもしれないけど。あ、お父さんって何優しいのやっぱり。あ、優しいですよ。すごい怒らないです基本。あ、でも娘はやっぱり甘やかしちゃうっていうかもうよしよしっていう感じの感じ。まあそうか。基本的にはあんま人にあんまり怒らない。あそういう人なんだねナポさん。多分そんな感じですね、うん、また質問が来てますお母さんいくつっていうその下世話な質問があお母さん49ですあお母さんが俺と一緒ぐらいかなるほどなるほどそうです父もそうです同い年です大学3年生何歳20歳21歳20歳ですあで今年21になります、うん、あなるほどねあのはい菊池さんの娘と一緒だねあそうなんですね、うんあ、師匠あれ、はい、なんか、はい、ちょっと、打てなさそうなんで、インスタのアカウント名、口で言いますね。あ、言ってください。
じゃあ、そのフォローしときます。ミカ。ひらがなで。ミカ。あ、あれです。ローマ字で。ローマ字でミカ、ね。ミカ、うん。アンダーバー。アンダーバーって何？よく下アンダーバーか。ちょっと待って。はい。アンダーバーどこにあるんだ？うわぁ、アンダーバーだけは使ったことないんだな。アンダーバー。出ました？ちょっと待って。え？アンダーバーってどうやってやるんだろう？パソコンで。J かな？なんか、アンダーバーがわかんない。いや、アンダーバー俺使ったことないんだけど。いや、アンダーバーなしで、ミカの次は。はい、どうぞ。TAE です。TAE？ はい。味方へ。次はまたアンダーバーで103になってます。アンミカさん？あれ？いや、違います。違う人出てきた。待ってくださいね。ちょっと待ってください、ね。アンミカさんっていうモデルの人出てきちゃったけど。あ、インスタで。インスタだったら水ミキミカ。違うか、これ犬が出てきたな。名前だったら全部大文字でミカってじゃあ打ってみてください。あ、ミカ、あの、インスタで、インスタ検索するわ。はい。ミカ、うん。で、うん、出てこないですか。ミカで、増田ミカさん、ミカミユア、釣りミカ違います。関係ねえか、これ。ミカ。そのままローマ字で、インスタの名前はミカです。インスタ、いやもうミカだらけで、どれか。いや、ミカ多いんですよね。わかんないなぁ。ミカの後に、なんで、タエだったっけ？そうです。ミカ。アンダーバーで。ちょっと待ってよ。出た。ミカ、ミカタエ103。あ、そうです。来ました。ちょっとここに皆さん見てください。ミカタエ103。出ました？ちょっと出ました出ました。ちょっと待ってくださいね。みんなに貼るんで。あ、みんな貼ってくれたね。やっぱりこういう前向きな人がいるんだね。だって、ミカさんね、僕ね、出たくないって僕こんだけやってて、俺は出ないんですよ、意地でも。はい。恥ずかしいっつって。あ、着物の写真は、うん、左の赤い着物の方が私です。あ、なるほどね。はい。この人ね。赤い着物です。はい。右側はお友達。お友達ですね。特定されました。あ、なるほど。結構綺麗で、クラブのママって20回ぐらい言われたと。成人式で。はい。なんか。あ、本当だね。クラブのママっぽい感じの。髪型がなんかそういう雰囲気だってめっちゃ言われます。あ、大人っぽいんだね。この一番下の写真の左側かな。あ、結構美人かもしれない、自分ね。そうですね。左ですね。あ、そうです。あの、浴衣左です。結構いいですね。これちょっと、うちの石丸先輩と相性が良さそうなんで。あ、はい。ちょっとご存知ですか、うちの石丸先輩って。あ、さっき動画をちょっと見させていただきました。石丸先輩といえば、まあ、プライドの高い M。微妙な感じなんですね。そこうまい感じで、ミカさんとのそのコラボレーションが、うまくいくんじゃないかなと。あ、本当ですか、はい、楽しい。なんで、ミカさんを、なんていうのかな、主役にするイメージで。ありがとうございます。それでいきましょうか。ほんで、僕たちはちょっと下僕的な感じ。あ、さっき言ってましたもんね。話してましたもん。奴隷。はい。自分どっちかっていうと、ちょっと M 寄りなんで、そうなんですか。M 寄りなんで、石丸さんド M 寄りなんで、ミカさんのために今日ちょっと始めたみたいな。これでいきますか。敬語で僕たち接していく感じで、ちょっと偉い感じの演出でいきます。やっぱりね、どういう演出で出るかっていうの重要なんですよ。だから、俺からゴミみたいな扱い受けたら、ちょっとミカさんもきついじゃないですか。俺が、おい、ミカみたいな感じだとちょっときついじゃないですか。おい、ミカみたいな感じだと。別に、そんな。大丈夫ですか？それでも全然どちらでも。まあそこちょっとあうんの呼吸で。はい、そうですね。あ、ミカちゃん結構いけるかもね。売れる。で、こっからできれば僕は、芸能界入りしてほしいんですよ。あら、本当ですか？それ、
わ、嬉しいですね。なんで、カブラの方で100万再生を連発していただいて、ミカさんに。重っ。で、そっから、ちょっと芸能界からスカウト来たら、もう自由にもう独立していただいていいんで、契約書ないんで。そんなことが来ると、嬉しいですね。そうだね。そんな日が来ると、夢を見て。うん。確かにね、ナポショーさんの娘さん、美人かもしれない、これは。ちょっと盛られてるかもしれないんで、実物はもうちょっとブスかもしれないですよ。ああ、そうか、最近加工がな。はい、最近加工の世界なんで、怖いですよ、世の中。ああ、そうか、そうか、そこもやっぱ動いてみないと分かんないよね。そうです。まあ、でも、多分綺麗な方じゃないかな。ありがとうございます。と思うよ。まあ、俺の選球眼結構すごいから。ちゃんと、あれです、はい、はい、ちゃんと釣り中は、タッチションするんで。そこまでやってくれる。言われないように気をつけるね。え、何この動物がって言われないように。あ、大丈夫です。動物のくせによ、動物のくせにも言ってない。なんか、気にしそうだよ。ちょっと気にしないんで。大丈夫です。大丈夫です。あれは演出なんで。結構僕ね、女性に甘いんですよ。実際は。あ、甘いですか、はい、甘いんで、大丈夫ですよ。あ、なるほど。わかりました。ということで、あ、ちょっと急展開だね。嫁も可愛いってお父さん言ってんじゃん。言ってますね、なんか。釣りは好きですか？釣りは、うん、釣りはまだ やりたいなって思って、一緒にお父さん、うん、父と行こうと思ったんですけど、まだ一回も行ったことなくて。そうか。じゃあ、ミカさん、ちょっと僕、正面トイレ行ってくるんで、ちょっとコメントでちょっと、まあ、ね、面接中ですからね、今。コメントでちょっと対応してみてください。ちょっと3分。トイレ行って。はい。わかりました。はい、声乗ってるんで。はーい。ミカさん、数字持ってたんですね。すごい、いい家族だって。めっちゃ家族褒められてる。ミカちゃん飯行かね、いや、すごい、すごい、私とパピヨンさん見て、お金落とそうとしてくれる。お金しか、お金大事だからな。私は処刑、どうしたと思われてるのか、私は処刑してみませんか。どういうふうに処刑すればいいですか。面白い。たくさんゲラもらいました。やっぱこの世の中金なんで、やっぱり金しか勝たんということで、ギャラがっぽりもらいましょう。どうぞどうぞどうぞ、嬉しいです、ありがとうございます。楽しくない、面白くないようなインスタなんですけど、ギャラコンシス大切ですよ。神戸に来たこと、神戸まだ行ったことないですね。1時間、1時間、いや、1時間、さすがに2万。さすがに。1時間1万で、そんなことないけど。そんなことないけど、さすがに、それだけは譲れん。1時間1万、素晴らしい。高橋さん頻尿、すぐトイレ行かれるね、師匠。師匠トイレ。あ、すごい積極的。どうしよう、積極的だわ、パピヨンさん。危ないからね、気をつけて。あまりいきなり、いきなりこれ、どうしよう。犯罪だからもう完全な、パピヨンさん。泊まりに来て何をするんだって話で。いきなり家に来いってね。ナンパ？あれでも？すごいもん。家行かない。かっこいい。ストレート。ソフトボールセンターでした。
センターの後ちょっとセカンドやってました。あんまり私中学校からソフトボールを始めたのでそんなに上手とは、まあ、あんま言えないです。周りがすごい上手だったので。ミカさんは釣りはしたことはあるんですか？釣りもう ほとんど一回もやったことがない。釣りは本当に一回もやったことなくて、一回も釣ると本当に夜かな、琵琶湖に一緒にマス釣りとか行こうとして、うん、けどなんか、いや、お前暑いでやめときやって言われて、夜も危ないしみたいなの言われて、うん、あ、じゃあまた機会にしますって言って、うん、その時は、そうですね、断り、あの、なくなっちゃいました。一回もまだ行ったことないですね。結構あれからそのミカちゃんはこうリーダー的な感じなの、やっぱりどちらかというと。そうかもしれない、ね、そういうオーラ出てるもんね、結構ね。今大学でもそうですね、クラブの長、うん、サークルの長やってますね。そうかそうか、結構こういい感じのこのパワーを感じるよ。でもそんぐらいでないとね、止まんないからね。 YouTube はパワフル大事ですか？パワフル、結構打たれ強い、視聴者に何言われようが結構気にしないタイプ。多分あんま気にしないかもしれない。血液型は何ですか？血液型は O 型です。あ、O 型で、なるほど。じゃあ俺と相性良さそうだね。師匠何型なの？僕 A 型です。あ、A 型なんですか？ A 型です。そうですね、O や E って言いますからね、うん、A をか、O と C って言いますからね。石丸さんのケツバットとかは可能ですか？あ、もちろん出してください。全力で、全力で出して、いや全力で出してもらっていいですか？石丸さんっていうのはプライドの高い M なんで、はい、ケツを蹴られることはやってみたいっていうことなんですよね。あ、なるほど。で、女性が出てきたら必ずケツ蹴ってもらってるんですよ。あ、じゃあもう全力で使っておきますね。体キックみたいな練習しときますよ、ね。いや、体キック怪我しないように、やっぱケツぐらいに、ケツとかローキック。ケツぐらいに。あ、それいい映像が撮れそうだ。足を、はい、しっかり振る練習してきますね、家。うん。わかりました。そうかそうか。あとミカさん、なんかあと自己アピールあれば。え、自己アピールですか？なんだろう。例えば YouTube やるなら、どういう、何が撮りたいですか？もしかしたら自分のイメージビデオみたいなのも撮ってもいいんだけど、もう街を歩くみたいな。ああ。ちょっとこう軽く釣りした後にちょっとお茶をすすってすみたいな。さやかって知ってます？ YouTuber で。さやか、さやかとか、そういう、知らないです。なんていうかな、その、釣りガールみたいな、このイメージビデオみたいな。そのエロとかじゃなくて、その爽やか。なんかそういう、こんな感じですよ、みたいな。そう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 、こう、お茶を飲んです、みたいな。で、ちょっと釣りをして。あ、なんか、あんまおしとやかなイメージなタイプの人間じゃないんですよね。男みたいなんだね。あ、なんか、男友達が多いタイプ。ああ、もう、だんだん理解してきました。でも、でもそれだから根性だけはあるかもしれない。ああ、いいね。なんか、うん、一応、そのマネージャーの時すごい辛かったので、野球部の。あ、なんで？なんかすごい先生ちょっと変わってて、監督が、うん、なんか、普通に怒って帰るってなったら普通に先生との怠慢で6時間立ち続けるみたいな、無言で。な、何それ、いじめ？もう前だとやってられへんって言われちゃって。あ、先生、はい、先生が説教が長いってこと？あ、そうです。え、やるのやらないのって言って、うん、その先生一回帰るんですよ、自家用車で、うん、ふざけるな、ふざけるなって。はい、で先生待ってくださいとか言って言う茶番をし、いや、それプレーだから、先生のプレーだから、マジで。もうあの、そういうプレーされてちょっとあの、だけどちょっと引くわけにいかないんで、こっちも。それね、先生楽しんでたの、マジで。楽しんでました。その立たせた3時間ごとにちゃっかり戻ってきますからね、先生。それね、マジでね、教育委員会行って、お前、学校 SM クラブじゃないんだよって生徒怒鳴って、そのやったやられたで精神的に追い詰めて。はい、そうなんですよ。あ、SM じゃねえよって言えばよかったですね。いじめる先生がいるんだ、そんなだって3時間立たせてる時点でもう犯罪じゃん、そんな。そうなんですよ。もう6時間とか3時間とか経ったり、私もちょっとあんま先生にうまくできなくて、
反抗しちゃったの？いや、ミカちゃんが反抗してしまったってこと？反抗はしてないんですけど、なんかちょっとあの、うん、先生が思ってたような行動取れなくて、うん、このクソマネージャーが怒鳴られました。そんなこと言う、もう、そんなことがあるの、今の世の中で。ちょっと変わってるんですよね。でも、今すぐ仲いいんですけど、先生とご飯も行く仲なんで、はい。あ、熱い男なんだね、先生は、じゃあ。うん、そうかもしれない。ミカちゃんね、そういう音が一番気をつけて、ワンチャンあるかもって思ってるから。マジで。騙されてるから。騙されてますか、ね、騙されてる、その。危ない。そうそう、この SM プレイにまんまとハマってます、私もしかして。娘を可愛がる意識じゃないから、完全に。女として見られてるから。危ないよ。これ一番危ないタイプ。メスだと思われてますね。そうだね。やばいですね。AV 高島も、もちろん。はい。AV は禁止だよね。了解です、ナボさん。ああ。うん。そうだ、次女が、そう、四国の大学に、そう。まあまあ大丈夫よ、ナボさん。そんな、オレンジパピオンで42歳って聞いた瞬間、その、気持ち悪いってなるから。42? とか言って、勘弁してくれよ、そのじじいって感じで。ナボさん、心配しすぎだから。もう、オレンジパピオン42って聞いた瞬間もう着胸になるから大丈夫だよ。42、もう父のお父さんみたいな世代ですかね。あの、ミカさんは、短パンは OK ですか？短パン大丈夫です。あ、じゃあ、できれば夏は短パンぐらいの方が。あ、わかります。あの、撮影の時だけでもいいんで。足が、もしかしたら皆さんが思ってるような細い足じゃないんですけど。あ、筋肉的な、あ、大丈夫じゃない、その、いいですか、健康的な感じで。写真見た感じ大丈夫ですよ、全然。ありがとうございます。ぜひ履かせていただいて。はい。で、夢は、アイドルとして、そっから芸能活動みたいな感じで、はい。あの、就職とか考えてます、ミカさん。就職。一応考えてますよ。え、どんな会社に行くの？シャンプーの会社に、美容院とかに卸し入れしてるシャンプーの会社にとかに就職行こうかな。はい。それか、もしくは地元の JA に、就職しようかなって思ってました。なるほど。か、もう一個言えば YouTuber という就職先もあるじゃないですか。子供たちの夢。あ、そうです。もう、高橋フィッシングクラブでも。え、何？高橋フィッシングクラブ。あ、だから うちを踏み台にして上がってってほしいんですよ。そうですね。うん。いや、結構僕高橋フィッシングクラブを踏み台にして、踏み台にしてテレビに出ると、そっからチャンネル登録100万人の道に行ってほしいんですね。結構いい、結構僕ね、あの、こう上げチンなんですよ。お、俺に絡んだ人みんな、おーちゃんもそうだし、マスゲームもみんな俺に絡んだから出世していくみたいな。おさすが師匠。強いですね。そうそうそう。結構俺、上げちんっていうか。B1 です。もちろんね、その人の才能なければ無理だけど。OK。ちょっと、夢が出てきましたよ、僕も。ジャスティン・ビーバー倒しましょうよ。倒せるかな？ビーバー倒せるかな？ジャスティン・ビーバーで。